人々に語り継がれる伝説の中に、こんな話があります。その昔、突如現れたダンジョンによって支配された世界がありました。対抗する術のない人々は怯えて暮らすことしかできませんでした。命運ここに尽きたかと思われた、その時。武器を持たない一人の農家が、どこからともなく現れました。農家はクワやフライパンを振るい、ダンジョンを制圧し、世界に光を取り戻したと言います。農家の話は、ことの葉で語り継がれ、やがて伝説となった頃。農家が家畜として飼っていたドラゴンが暴れ出し、世界は再び終わりを迎えることとなりました。しかし、農業の力が廃れたこの世界で、対抗する術を持つ者がいた。多くの人々が生業としてきたこと。それこそが、釣り、だったのです。この海が私のものになるのね。何言ってんの？どうも皆さん、みんな大好きビニーさんです。誰ですか？顔だけでも覚えて帰ってね。実況を担当しますわ。ゆっくり霊夢と、マリサだぜ。今回から釣りが最強の世界で生きるマインクラフトというシリーズを始めます。ちなみに今回が初めての実況編集なので至らぬ点があるかもしれないけど許してにゃん。本当ですか？では親の顔より見たマイクラ初動の儀式の間に今回のシリーズについての解説をしましょう。釣りが最強の世界なんだよな。そうなんです。農業が最強だった世界では武器を持つことが禁止だったんだけど、この世界では武器を持つことができるのよ。それだと釣りが最強ってことにはならないんじゃないか。凡人はそう思うでしょうね。ぶっ飛ばすぞ。しかしこの世界では武器や防具をクラフトすることができないのよ。じゃあ拾ったりするしかないってことなのか。それもそうなんだけど、なんと釣りで釣れるものの中に装備品が含まれているのよ。確率はかなり低いんだけどね。いわゆるガチャみたいになってるってことなんだな。そういうことです。そして私はプロの釣り師なので、釣りを攻撃手段としても使うことができます。プロの釣り師なのでね。何基準でプロなのかわからんけども。そして今回のシリーズの目標はですね、冒頭のムービーでもあった通り、世界を崩壊させた元凶のエンドラを討伐することです。世界崩壊してる割には景色綺麗すぎだろ。まあそういう設定ですからね。設定とか言うな。では次に導入しているモッドとデータパックを紹介します。まずはモッドから。アクアカルチャー、これは釣りの要素を追加するモッドです。釣り竿の種類や釣れる魚が増え、釣り竿のカスタマイズも可能になります。このモッドで追加される装備もあります。このモッドが今回のメインになりそうだな。お次はこちら、アクアミラエ。こちらはボスモンスターを追加するモッドです。いろいろ要素があるっぽいですが、あまり理解できてません。調べとけよ。お次はこちら、オーサムダンジョンオーシャン。海にダンジョンを追加するモッドなんだな。また世界にダンジョンが現れてしまったっていう設定のあれね。設定言うなって。最後はこちら、トラベラーズバックパック。名前の通りバックパックを追加するモッドです。種類によっては特殊効果もあるみたいですね。強い効果のものが多くてバランスブレーカーにもなってしまうから考えものだな。以上が導入しているモッドでした。もしかしたらまだ追加するかもしれません。お次はデータパックです。今回は自作データパックを導入しています。内容は先ほど説明した釣りシステムに加え、釣り竿での攻撃手段や便利機能が追加されます。あと武器と防具のレシピも消えるようになります。これを入れるだけで釣り最強の世界ができるってことだな。そういうこと。以上が今回の愉快な仲間たちでした。仲間だったんだ。難易度はいつものことながらハードなので、武器を作らないときついんですよね。でも武器が作れないんだろ。だから早いところ釣り竿を作らないとね。いいところに雲がいたので糸をもらっちゃいましょう。はい、余裕。これが釣り師の腕力ですよ。そんで糸足りねえよ。綺麗な。まあ切れゲーはこれくらいにしておいてね。糸くらいすぐ手に入りますから。ただすけさんがちょっと邪魔だけどね。大パンすんな。てかイルカが私のアイテムを撒き散らしてるんだけど。イルカはアイテムで遊ぶからな。おいやめろ。お前絶対刺身にして食ってやるからな。食うなよ。ってことでやっと釣り竿を作れました。では釣り師の力を見せてあげましょう。こうしてこうしてこうして敵を吹き飛ばすことができます。これが釣り上げる腕力です。あれ生きてる。着水させたら意味ないだろ。2回くらい失敗してたし。判定難しいんですよ。仕切り直してくらえ。ヒゲ一本釣り。説明しよう。これは釣りの一本釣りを応用して敵を一本釣りする一本釣りの技である。すなわちそういうことである。一本釣りしかわからなかったわ。てかもう耐久値半分なんだけど。これ戦いに向いてないだろ。まあこれで最強釣り師としての第一歩を踏み出したのでね。今後はもう怯える必要はないわね。ふん、クリーパーも恐るるに足らず。てか上に飛ばすのは本当に強いな。ほぼ2
発で倒せるからね。この調子でベッドも作っちゃいましょう。いや本当に倒すのが楽ですね。でもこれ上にブロックあると意味ないよな。確かに。でもそこは気にし。まだ10体も倒してないのに壊れた。石の剣の方が強いだろこれ。じゃあまた雲がスポーンするまで待ちましょ。シリーズやめる？まだ序盤も序盤だぞ。じゃあ早速シリーズ一発目の釣りをやってみましょう。ガチャ要素が強くなってる分何が釣れるか楽しみだな。釣りの楽しみが増えたわよね。ちなみに今回は影最もアップでして海がめちゃくちゃ綺麗になったのよ。確かに透き通ってるし綺麗な色をしてるな。釣りをしてる時も画面映えしてモチベも上がるわね。それにしてもなかなか釣れないな。エンチャントもしてないからこんなもんよね。でも私くらいのゆっくり実況者力があれば初回でとんでもないものが釣れるはずよ。ゆっくり実況者力ってなんだよ。おおこい、最強アイテム。そんな簡単にいいアイテムは釣れないだろ。ふん、見てなさい私のゆっくり実況者力を。生たら、生たら。まあ安定したゆっくり実況者力ってことね。せめてゴミくらい釣ってから言えよ。次は知らない魚が釣れたわね。これはモッドで追加された魚か？そうみたいね。かなりの種類がいるから釣り師としてはコンプリートしたいわね。そして今回釣ったのはコクチバス。オオクチバスってのもいるみたいだけど日本では通称ブラックバスと呼ばれることが多いみたいね。ブラックバスはよく聞く名前だよな。さあお次は何でしょう？なんか魚じゃないのが釣れたぞ。これは藻類ですね。昆布とかもあるのに藻類ってくくりで釣れるんだな。ちなみにこの藻類は釣り竿をカスタムするのに必要な材料なのよ。ハズレに見えて意外と重要なアイテムなんだな。なのであと一つは欲しいわね。次はこちら。これは鯉ですね。ちなみに鯉は胃袋がない無胃魚と呼ばれているわね。胃がない魚もいるんだな。知らないだけで意外とそういう魚も多いみたいよ。続いてはこちら。これはミノウですね。日本ではヒメハヤと呼ばれています。ちなみになぜかこのモッドでは食べることも何もできません。バグとか実装の問題なんだろうな。そして次はこちら。マイクラでおなじみのフグですね。食べるといいことがあるのでみんな食べましょう。この流れで嘘情報挟むな。お次はブルーギルです。これもよく聞く名前だな。ブルーギルはブラックバスと共に特定外来生物として知られていますね。まあマイクラ内だと関係ないけどな。ちなみに食べると美味しいらしいので後で踊り食いしましょう。そのサイズは無理だろ。ちなみに装備品はどれくらいの確率で出るんだ？比較的で安いかは装備愛しの剣で 2% くらいね。それでもかなり渋い確率だな。強い装備になると 0.5% くらいになるわね。シリーズ完結まで出るかわからないくらいだな。なんか装備釣れました。早すぎだろ。言うてかは装備ネバライトだいやお前こんな序盤にネガライトなんてダメだろ。ごめんなさい最強でごめんなさい。確率めちゃ低いんじゃなかったのかよ。神引きしちゃう最強でごめんなさい。この誤り方うぜえな。はい最強。はいぬるげー。悪いけど今回で完結しちゃうかもなー。単発動画になっちゃうなー。これはシリーズ存続のために捨てるべきかなー。さすがに捨てようぜ。すいません。なんだこいつ。ガハハ、ネガライト防具を手に入れた私は無敵。トライデントも余裕で避けられますよ。それは防具関係ないだろ。陸に上がった時がお前の最後だ。早く上がって。トライデントこんな強いの？ネガライト防具弱くね。シリーズ存続おめでとう。時にマリサ、一流の釣り師に必要なものは何だと思う？忍耐力とか根気じゃないのか。一流の釣り竿ですよね。うっさ。一流の釣り師は一流の道具を持ってないとね。本当の一流は道具とか関係ないっていうぜ。三流の人は口出ししないでよね。お前もだろ。ってことでダイヤを見つけました。さすが直下掘りですね。すぐ見つかりました。言うて鉄ピッケル忘れたので取れないんですけど。マイクラも三流なんだな。鉄ピ持ってきました。ダイヤは2個みたいですね。ちょっと少ないな。まあ2個あれば十分ですよ。じゃあすごい釣り竿を作りましょう。余談ですがこんな感じの配置でダイヤのナイフも作れます。これは魚を捌く用のナイフなので武器にはなりませんけどね。ではそこに糸を足せばダイヤの釣り竿が作れます。なんか強そうな見た目だな。耐久値が上がってるだけで性能は変わらないんだけどね。ただこれでカスタムできるようになります。普通の釣り竿はカスタムできないのか。鉄以上の釣り竿じゃないと無理ですね。見て見て、これはプロ釣り師っぽいわね。両手に持ってるやついないだろ。耐久値も上がったしこれでバシバシ戦えますね。でも釣り以外で使用すると耐久値減るのが早くなるから注意だぜ。これは早めにエンチャントもしたいわね。そしてちょっと使ってみて分かりました。これ森だと弱すぎますわ。まあ所詮釣り竿だしな。釣り竿のこと悪く言わないでください。なんだこいつ。では活動をするにも拠点が必要なので家を作りましょう。てか初期スポの付近の土地がめっちゃいい感じなんですよね。特にここ島の下に入り江みたいなのもあるし面白い地形だな。釣り師だから水辺に家を作りたいと思ってたので良さそうですね。家の建築のために資材集めをしたいんですが、その前に食料問題を解決します。釣りだから魚が大量に手に入るよな。モッドの魚はそのまま焼くことができないので切り身にする必要があります。そのためにさっき説明したナイフを作ります。
します。戦闘用には使わないので石でも十分です。大きめのナイフだし武器としてはかっこよさそうだけどね。ほらかっこいい。刃物を振り回すのはやめましょう。試しにコクチバスを切り身にしましょう。クラフトで切り身になるんだな。すぐにさばけるから楽ちんですね。これでかまどで焼けば完成です。回復量は多くないけど切り身になると数が増えるからコスパはいいわね。それでは資材集めをしましょう。どんな資材がいるんだ？幸いいろんな木が周りにあったので大体揃ってるんですけど、歪んだ木材も欲しいんですよね。それで近くに荒廃したポータルがあったので利用してネザーに行きます。マジで近くに何でもあるんだな。飛んだラッキーガールだったってことね。うざいね。マグマもどけたし、あとは着火するだけね。でも火打ち石がないんですよね。作ればいいだろ。のんのん、霊夢ちゃん頭が良いからそこもカバーできるんだよな。ここに木を置いてマグマを垂らせば燃えるのよ。はい、IQ500。マイクラも一流の霊夢ちゃんをもっと褒めて、全然燃えないので原木を板材にしてみました。そしてマグマを下にして垂れないようにしました。はい、IQ2000。 霊夢ちゃんをあがめ立てまつって。電動が頭悪そう。はい、着火しました。あとは木を壊せば OK。あれ？ゲートが開かないんですけど、バグなんじゃないですか？ IQ2000 の霊夢に教えてあげるんだけど、七国妖石はゲートに使えないぞ。なんでそこはわかんねえんだよ。できました。これぞ IQ2000 ポータルですね。IQ3 のやつが何言ってんだ。ってことでやってきました。しかも歪んだ森の目の前ですね。マジで運良すぎだろ。飛んだラッキーガールだったってことね。なんでそこだけ辛辣なん？資材も集まったのでここに家を建てていきます。水上に建てることにしたんだな。すぐに釣りもできるからね。本当はこういう建築もリプレイモッドで見せたいんだけどね。都合上リプレイモッドは使えないからな。それで作業シーンはコメント返信コーナーにしたいんですよ。視聴者さんとのコミュニケーションも大事だからな。なのでもしよければコメントもしていってね。では今回は建築シーンざっくりカットして解説します。まずはこんな感じで形を決めて、こんな感じで壁をつけて屋根をつけちゃえば完成です。家作りって簡単ですね。こんなん解説じゃないだろ。では待てない人のためにささっと完成を広めしちゃいましょう。レッツゴー。では内装も見ていきましょう。玄関前は焚き火を使うことで桟橋っぽくしてます。これをしたくて水上建築にしました。玄関はこんな感じ。ベッドのアクセスを良くしています。玄関にあるのは珍しいな。なんかぼちゃっとした家のイメージなんですよね。右手にはキッチンがあります。ちょっと狭いけどこれもいい味出してるな。棚とかも置いちゃってなんかわからないけどぼちゃっとできてるわよね。そのなんかわからんぼちゃっと感は何？左手には外に繋がるドアがあります。ここから島に行けるって感じか？ゆくゆくはそうしたいわね。外観にあるこの釣り竿オブジェもいいですよね。これぞ釣り師の家ね。無理やり釣り師感も出してる気もするが、ごちゃっとしてていいですよね。もしや適当に紹介してるな。そして柱から2階に上がれます。2階といってもロフトみたいなもんですけど、2階はベランダとかチェストとかがあります。お前の建築結構ベランダつけがちだよな。ごちゃっとしてていいですからね。家燃やすぞ。以上、家紹介でした。ちなみにどれくらい時間かかったんだ？ 5 時間以上はかかってますね。それをあんな適当な紹介でよかったのかよ。ちょっと何言ってるのかわからない。なんでわかんねえんだよ。早速新居で釣りしましょう。ちなみにモッドで追加された釣り竿は普通とは違って食いつきシステムみたいなのがあるのよ。というと、量は逃げられることがあるってことね。おそらく餌とかをつければ変わると思うんだけど、まだカスタムできないからどうしようもないのよ。じゃあ今から藻類が釣れればいいってことだな。でも実際延茶した普通の釣り竿の方がいいんじゃないか？確かにそうなんだけど、カスタムするとできることも増えるから面白いのよ。そう言ってる間に魚が来たわよ。どっせい、こんな感じで逃げられるわけよ。今の完全にお前のミスだろ。どっせい、見ましたか今の？こんな感じで逃げられるんですよ。これは確かに辛いな。早いとこ入れ食いとかエンチャントしないと割に合わないわね。どっせい。どっせい。は？どっせい。釣り諦めんな。だってさすがに釣れなさすぎじゃない？たまたま運が悪かっただけだって。まあそうよね。次は釣れるはずよね。どっせい。忍耐力なさすぎだろ。どっせい、わ忘れました。釣れましたよ。しかも金の剣よ。しかも修繕付きじゃないか。これ金の割に壊れにくい剣になるんじゃない？普通の敵なら壊れなさそうだな。うへへ、これだから釣りガチャはやめられねえんだよな。釣り最高、釣り最高。さっき
釣り竿を捨てたくせにな。ちょっと何言ってるのかわからない。武器も手に入ったし冒険に出ましょう。防具とかなくて大丈夫なのか。大丈夫だ。とりあえず拠点からまっすぐ行ってみましょう。何かあればラッキーですね。でもう何かあるんだけど。早すぎだろ。何かの建造物みたいだな。近くに行ってみましょう。あそこは凍った海かしら。え、なんか明らかに怪しい地形してるんだけど。あんなアーチはバニラじゃ存在しないもんな。まあとりあえずこっちから調べましょう。これはおそらく追加されたダンジョンの水没したピリジャー基地っぽいですね。かといってピリジャーがいるわけじゃないんだな。ドラウンドのスポブロがあるからそうみたいね。まあ水中の敵はドラウンドかガーディアンくらいだよな。日中では来にくいうちに壊しちゃいましょう。どこからでも入れるしすぐ攻略できるな。普通のピリジャー基地より攻略は楽かもしれないわね。なんなら最初からお宝だけ盗むこともできるしね。ダンジョン攻略としては微妙だけどな。マリサ、バレなきゃ犯罪じゃないんですよ。聞きましたか視聴者の皆さん。嘘です、しっかり攻略してます。でかい街とスポブロ隠されてたわね。やっぱ攻略していなかったんだな。その話は終わりましたよ。でかい木大丈夫か。私の計算上間に合うから大丈夫よ。何の計算だよ。待って、計算が狂いました。さすがにちょっかい出すのはダメでしょ。間に合え。私の計算に狂いはなかったはずなのに。バカのくせに計算とか言うなよ。帰ってきたけど雷雨になりました。これは好都合。雷雨なんかトライデント以外意味ないだろ。ふふふ、じゃあ私の釣り技を教えてあげましょう。まず雷雨とは関係ないけど、この散らばったアイテムを回収する技。ヒギ、アイテム釣り。これは針の付近のアイテムを回収できる技である。おお、ヒギというと地味だけど便利だ。素直に褒めろや。そしてもう一つの釣り技、ヒギ雷釣り。あいたたたたたたた。自分も食らったら意味ないだろ。しかも敵倒せてないし。こいつらもしかしてボスなんじゃない。んなわけねえだろ。これじゃあ私の釣りが最強だって証明できないじゃない。キャラー言うなよ。キャラーラー。キャー。うるさ。じゃああの怪しいところに行きましょう。ここはアイスメイズって場所みたいね。氷の迷路か。見た感じちょっと楽しそうだけどね。一旦上陸して散策してみようぜ。これは楽しくなってきたわね。ってなんかいる。キャー。怖っ。怖、何あれ、めちゃくちゃ怖い。提灯暗光みたいだぞ。音も見た目も怖すぎるんだけど。これ攻撃当たるのか。届かないわね。さすがに水の中に行くのは怖いからやめておきましょう。釣り竿で飛ばせないのか。水の中の相手は無理なのよ。痛い。しかも毒攻撃なんだけど。これ絶対無理だわ。絶妙に釣り上げられないし。これは今のところ無理そうだな。なんか増えたし、無視して探索しましょう。これ落ちたら地獄だな。見たことない植物を見つけました。マイクラっぽくない見た目してるな。どれどれ。これはミステリアニベイズという植物ですね。使い道は特にありません。こんな見た目なのに。じゃあ食べようかな。食べんな。それにしても高低差があって移動しづらいな。そうでしょうそうでしょう。そんな時には釣り技を使いましょう。ヒギ、フックショット。説明しよう。これは釣り針のある位置。なんか見つけました。説明やめんな。あー、なんかビュってやったらギュンってなるんすよ。釣り竿おるぞ。とりあえずあの建物まで行きましょう。ピリジャーの旗とかある敷地みたいなもんなのかな。そんな感じするわよね。しかもエボーカーもいますね。これは難易度高そうなところだな。でもこのフックショットを使えばどこからでも侵入できるんだけどね。下の階はヤバそうだから上とか狙ってみますか。それはずるくないか。まあ様子見でね。ちょこっと覗くくらいでね。宝箱とかあればちょこっともらうくらいでね。そしていつでも逃げれるようにしておいてね。ずるい。ずるくない。あ、どうもこんにちは。すみません、お邪魔しました。うるせえって。まあアイテム回収は簡単なんだけどね。ほんと便利だなそれ。ビンディケーターがいると一撃なので攻略は後回しにします。そういえば提灯暗光がいなくなってたので海も覗きましょう。ここの海も普通と違いそうだよな。うわ、水に入ると凍える。これは海にも入れないってことなのか。待って、あいつが来てる。怖い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 。いやー、一回食べられてみたら。何言ってんの。ここは今の私には手に負えないので帰ります。装備を整えてから挑むべきだな。てか、なんか追ってきてね。これまずいんじゃないか。あ、なんか止まったわよ。もしかしてあのバイオームからは出られないんじゃないか。ほほう。じゃあその境目から攻撃したら倒せるってことね。今こそ復讐の時。海の木図。いやー、いやー、ごめんなさいごめんなさい。海の木図、海の木図って美味しいですよね。わさび醤油につけてね。それを水で洗い流してね。海水と飲むと美味しいですよね。何言ってるの。なんとか巻いたみたいね。戻ってもいなくなってますね。さすがにデスポーンしたかもな。まったく、今度会ったら本当に刺身にしてやりますよ。まだいるー。いやー、ごめんなさいごめんなさい。何回やるんだよ。てかこの浅瀬までおびき寄せれば倒せるんじゃない。攻撃はできるかもな。引っかかってるからいけるかも。いや怖い。無理じゃねえか。でも飛び越えれてなかったから安全かも。あんな飛ぶんだね。小屋一本取られたな。釣りだけにね。うるさ。そして戻った頃にはもういなくなってました。完全敗北だな。まだ負けてないけどね。このゴミを呼んでよくそんなこと言えるな。とりあえずエンチャントして釣り竿を強化したいので村に来ました。秘書がいるといいんだけどな。本棚がもらえればいいんだけどね。他にももらえるものはもらっていきたいわね。仮にも世界を救おうとしてる奴がそんなことしていいのか。どこの世界の勇者も村から搾取するからね。合法合法。この勇者来てほしくねえな。家の財産も分けてもらいましょう。うわ、しけてやがんな。村から出てけ。しょうがない。
ないので大釜ももらいましょう。しょうがないってなんだよ。あ、待って、なんかハマった。そんで寒い。いやー、助けてマリサー。うわ、縁が多い方だな。おい、やったぜ。危ねえ、1マスで助かった。惜しかったな。敵側に回るのやめて。というわけで今回はここら辺で終わりとします。区切り悪くないか。やることが多いしきりがないからね。次から頑張りましょう。今のところ何もできてないからな。次からはハイスピードで最強への道を進んでいくから置いてかれないように視聴者さんもハイスピードでゆっくりしていってね。何言ってんの。ということで次の動画へのモチベにつながるので、もしよければチャンネル登録、高評価、コメントをよろしくお願いします。次回もよろしくだぜ。最後まで動画を見てくれてありがとう。もしよかったらチャンネル登録、高評価、コメント、あと Twitter のフォロー、拡散、友達への布教などなどお願いします。それでは次の動画でお会いしましょう。バイバイ。